訃報でございます。西田敏行さんが76歳でお亡くなりになったというニュースが入ってまいりました。まあ前々からね、調子が悪そうで俳優業をやっていても座る役ばっかりやっていたというのは噂されていたことでもありますし、確かに西田敏行さん突っ走ってきたなというふうに私もね、生きなか元太80キロあの頃から思っていたわけですけども、途中釣りバカ西とかね、それから夢をつかむ男、うん、あの男はつらいよの幻の48作と言われてたね、あれも最近見たばかりですよ。 DVD がどっかにありました、うん、17日に世田谷区の自宅で倒れてるのが見つかったと、その場で死亡が確認されたということで、一人でお部屋でね、冷たくなっていたのかなと思うと、今までね、たくさんの作品で私たち日本人の心を喜怒哀楽いろんな世界に連れて行ってくださったことを思い出します。西田敏行さん、お疲れ様でした。76歳、いやちょっと早すぎるんじゃないですか。まあ、お疲れ様でした。西田敏行さんの作品がまだこの日本に残されて世界に広がっていくことだと思います。